お会いできてすごい光栄です。ありがとうございます。されています。今志上さんと私とおりますのが2121デザインサイトギャラリー3なんですけれども、横尾忠則 The Artist 展カルティエ現代美術財団にお関わりのあるアーティストの皆さんを横尾さんがお書きになられたポートレートです。139作品もう大変な数なんですけれども、それが日本でこれだけまとまった作品を拝見できる初めての機会として、展覧会が開催されています。でカルティエ現代美術財団の皆さんのお言葉をお借りしますと、そのファミリーのポートレート関係のある皆さんのポートレートというのはその表現もすごい素敵だなと思って、その深い関わりが伝わってくるんですけれども、その中の一人が石上純也さんでいらっしゃる、はい。ご自身が描かれた作品をご覧になってどういうふうにお感じになったのかというのもお聞きしたいんですけれども、あとこういうふうにこのファミリーの一人になられたいきさつといいますか、はい、カルティエ現代美術財団とのこう、はい、なんか出会いというところからぜひお聞かせいただけますか。そうですね、やっぱ横尾さんの絵はなんかすごくよく描いていただいて光栄です。で僕がそのカルティエに関わったというのは、展覧会を、何年でしたっけ2018年にカルティエで個展をやったというのが僕のカルティエとの関わりなんですけど、その10年ぐらい前から、エルベとは多分四角い風船っていうのを2007年ぐらいの時にやってたんですけど、その時に初めて会って、でそこからエルベが日本に来る旅とか、僕はパリに行くたびにエルベに呼ばれたり来てくれたりしてくれて、コミュニケーションはこう取りながら、でそこからだから10年後ぐらいに10年ちょっと経ったかもしれないけど、展覧会をどうっていう感じでお願いされたっていうのが始まりですね。その10年間の間っていろんなことを話されてたんですか。パリに行ったら呼ばれて、そのカルティエのその当時やってた展覧会を見たりとかも、その当時はたけしさんの展覧会もやったりとか、いろいろ行くたびにいろんな展覧会を見せてもらって説明をこうしてくれたりとか、あとそうですね、ご飯一緒に食べたりとか、雑談をしてたっていう感じですね、なんとなく、何っていうわけではなく。横尾さんもなんかすごくこう前から自分のことをエルベさんがリサーチなさっていたとおっしゃっていて、やっぱりそこすごく時間かけられるんですね。そうですね、多分そうですね、エルベの性格から言ってすごく親密になったところで、仕事の話をするというか、そういう本題に入るというか、友達の延長としてお願いできるようになったところでこう頼んでくれるのかなっていうような雰囲気でしたけど、だからこそのファミリーポートレートなんだなというのを今思いましたけれども、この2018年の展覧会、フリーイングアーキテクチャ、日本語でも作品集を翻訳する自由な建築ですよね。本当に約3ヶ月、はい、大変な方がいらっしゃったっていうのも、私もその当時、フランスの友人から聞いてましたし、本当に素晴らしい展覧会で大成功だったと、今でも本当にそういうふうに思って振り返ることができるんですけれども、この展覧会で、そのエルベ・シャンデスさんとお話しなさったり、カルティエ現代美術財団の皆さんとこう準備なさっていらした時に、志上さんどういう展示にしようというふうに思われて、なんか皆さんに何を伝えたいというふうにお考えだったんでしょうか。そうですね、僕はなんかその最初お話をいただいた時はそれから10年前に資生堂で展覧会をやったりとか、あと豊田市美術館で展覧会をやったりとか、あと
ベネチアベンナーレで金利賞を取った時、まあ、その10年ちょうど全部同じ年なんですね、その3つの展覧会が、うんうんうん、でその3つの展覧会をやった後で、まあまあ、結構大変だったっていうのと、なんだろう、こう、まあ、これだけこういうのだけやりたいわけじゃないなっていうか、インスタレーションが、うん、とかの展示が多かったんですね。まあベネチア・ベンナーレもインスタレーションだし、うん、トヨタ市美術館もどっちかというとインスタレーションに近いものを結構やってて、まあ、そういうのをやった後で、そこにこう労力をかけるというのが、まあ建築のこう本質と少し違うのかもしれないなと思った時期があって、でそこから10年間展覧会を全部断ったんですね。で、そこから辞めてたんですけど、でエルベからお話をいただいた時は、まあ、そういう、まあ、心境の、まあ、10年間そうやったんで、まあ、そろそろやってもいいかなみたいな感じも思ってんで、でその10年間の間に、まあ、建築のこうリアルなプロジェクトもかなりこう進んできていて、もうすぐできそうだとか、まあ、できたやつも結構あったりとかっていうところで、でまあ何かやってもいいかなと思ったんですけど、まあ、普通の、まあ、言ってみればクラシックな建築展の方がいいんじゃないかなと思ったんですよ、うんうん、でその、まあ、クラシックな建築展というのは模型と図面で、はい、まあ、大体表すことが多いんですけど、うんうん、まあ、そういう展覧会 でやったとしても、その当時僕が自分が関わっているプロジェクトっていうのは自分なりにやっぱりエネルギーをかけてやってるから、そういう形でちゃんと説明した方がうまく伝わるんじゃないかなって、その当時やったことが、うんうん、でもやっぱりその最初それを提案した時はエルベはあんまり多分なかなかそこにはこうイメージができなかった、つかなかったの。要は多分エルベはそのインスタレーションやってほしいと思ったと思うんですよ。なるほど、まあ、それまでご覧になっていたものを含めて、はいはい、踏まえてということですね。で、まあ、うん、でカルティエもやっぱ、うん、基本的には、まあ、こういう絵画展とかもありますけど、うん、まあ、インスタレーションとか、まあ、そういう、まあ、言ってみればこうファインアートの分野の美術館であることに、うん、多分みんなそう思ってると思うので、うん、まあ、そういう延長多分やってほしい買ったのかなっていうのを僕は多分思ってて、うん、で少しやっぱどうなんだろうってやっぱこう結構やり取りがあったんですね、うん、でいろいろ話していくうちに、まあ、いいんじゃないかっていう形に、まあ、なってくれて、うん、クラシックな建築展でやっぱり、まあ、パリはどこでもやられてるものだし、まあ、東京でもあると思うんですけど、特にやっぱパリなんて建築盛んなんで、うん、多分いろんなところで建築展やられてからわざわざカルティエでやる必要ないんじゃないかと多分思ったと僕は思ってるんですけど、うん、僕はでもカルティエだからこそ建築展にした方がむしろいいんじゃないかとやっぱ思ったんですね、うん、でそれでまあ了解を得たので、まあ1年半ぐらいかけてその模型とか図面とかを制作していって、うん、基本的にはその当時できたプロジェクト、その当時、まあ、できたプロジェクトかもしくはできつつあるプロジェクト、うん、実際そういうリアルに世の中に現れてくるものだけを展示しようっていうのでやったんですよ、うん、石上さんが東京都内でとっても素晴らしい、はい、プロジェクトを、はい、披露されていらっしゃいます。千代田区の、九段ハウス の、はい、木陰雲ですね、はいはい、パビリオン東京プロジェクトの、はい、クリエイターアーティストのお一人として、はい、これ私も何度も伺ったんですけれども、はいはい、ちょっとぜひ改めてこのプロジェクトで、はい、石上さんがここのプロジェクトに込められたお考えをお聞かせいただけますか。そうですね、これはまあパビリオン東京っていう、まあ、オリンピックに関連したイベントの一つで、まあ、何人かの建築家とその、まあ、アーティスト含めてそのパビリオンを一人一人でこう作っていくっていうそういう企画だったんですけど、まあ、特徴的なのは敷地が決まっているわけではなくて建築家とかアーティストがそれぞれ自分の好きな敷地を選んでいいっていう、でそこに建てるっていうような感じで敷地選びというのは
まあ、建築家がその要は建物を作るのと同じぐらいに、まあ、考え方とか、まあ、センスとか、まあ、いろんなところが問われると思っていて、まあ、それだから面白い企画だなと思っていたんですね。で僕が選んだのは先ほど説明していた、まあ、九段ハウスという、はい、まあ、うん、お屋敷なんですけど、うん、まあ、山口万吉さんっていう方が、まあ、20世紀の初頭に建てられたお屋敷で、東京タワーの構造設計をした、内藤太忠さんが関わっているんですけど、でそれと、まあ、昔のお屋敷なんで庭がついてるんですね。でその庭が僕はすごいこう奥まってていいなと思ってそこを選んだんですけど、つまりオリンピックというようなまあ、言ってみればこう花火のようなイベントの時にこう花火のようにパビリオンを建物をこう作るというのはちょっと僕には抵抗があって、建築っていうのはこう出来上がった時っていうのは良くも悪くも違和感とか少し馴染まない感じがあると思うんですけど、時間とともにこう周辺にこう溶け込んできてよく見えてくるものだというふうに僕は思っていて、でそういうふうに考えると作って2ヶ月ぐらいで壊されてしまうパビリオンっていう建築は、まあ、ちょっとかわいそうだなとも思っていて、なんとなくそのもともと時間のこう深みがあるような敷地でやりたいなっていうのと、そこにどうやってなじませていけるかっていうことを考えたいなって思って、まあ敷地を選んだんですよ。だからまあ歴史がある程度あって、なんとなく時間の経過を感じるような、でそこの敷地に行ったんですけど、はい、まあ100年も経っているもう敷地なので、まあ、その当時のその要は家が建てられた周辺環境とは全然違う感じになっていたと思うんですよ、うん、僕は、まあ、周辺にまあ高いビルがこう取り囲むようにこう建っていて、まあ、そのビルがまずこう目に入るんですね。で、まあ、100年前なかったと思うんですけど、でその結果、まあ、ビルが大きいせいで庭がすごくこう縮こまってこう萎縮しているように見える。でただそれだけじゃなくて、ビルによってこう薄暗い雰囲気にもこうなってて、そうどうしたものかなっていうので、まあ、あれを考えたんですけど、まずはそのこう影のようなこう屋根でその建物を隠すようにして庭をこう覆うというのと、あとこう焼き杉で黒い焼き杉でこう屋根をこう作ってるんですけど、はい、うん、まあ、それで全体を覆うことによって薄暗かったんで、逆にもっとこう照度を落としてもっと暗くしようと思ったんですよ。うん、新しい建物なんだけど前からそこにあったような雰囲気の建物ができたらいいなっていう感じで、まあ、あれを作って、実際まあそこに行った人はもともと行ったことある人は元の庭より良くなったねっていうのは結構言われてて、うん、オーナーの方に聞くとその昔はこういう雰囲気だったって感じだったらしいんですけど、そうですか、その空気感というかそこの雰囲気がで周りのビルもなかったし、うん、周りのビルがあるから今すごい大きな木なんですけど、うん、やっぱりこの枝が向こうにいっちゃいけない、すごい切ってるらしいんですよ、うん、ですごい見えちゃうんだけど、もっと鬱蒼としてて、で本当包まれてるような感じだったんだけど、うん、まあ、今実際そうなってる、うん、で、まあ、昔はもう本当こういう雰囲気だったっていうことで、うん、まあ、実際だから建てたことによってなんとなくその庭の外構が建築によってこう生まれ変わるっていうのはなんかやってみたいなっていうのをやって、まあ、ああいう形になったところですね。石上さん、自由な建築の中でも確かお書きになったと思うんですけど、風景を作りたいっていう、はい、まあ、その建築家の気持ちとして、はいはいはい、なんかそのあたりも今回のところにもすごくこう込められているのかなという印象を受けましたけど、はい、そうですね、大雑把に言うと、まあ、20世紀の建築家っていうのはまあすごく大雑把に言うと
乱暴に言うと、まあ、空間っていうものを多分作ってたと思うんですね。で空間っていうのはこう多くの場合やっぱ機能と結びついていることがやっぱり多いと思うんですよ。でもっと言うとその機能っていうのは要は個人的な価値観をすごく制限すると僕は思っているんですね。オフィスっていうその機能があったらオフィスビルディングっていうタイプロジーがやっぱあるわけですね。でそれはまあよくあるオフィスビルになるわけですけど、まあ、それは何だろう、その今 の, そのいろんな価値観をこう許容できるような時代の雰囲気から考えてちょっとなんか違うんじゃないかなっていうのがあって、でそういう意味で風景っていうのはもう当然やっぱ空間の延長で言ってもっと言えば外部空間までつながっているようなものだけど、こういろんな価値観がその一つ の, その限定された機能にとどまらないでいろんな状態でこう並列されているような状況だと思ってるんですね。だからまあそういう風景っていうのを作りたいというふうに、例えば家というものをもう風景として見たらそれは僕から風景として眺めているからにはそれが家という機能が出なくてもいいわけですよね。なんかでそういうふうにこういろんな捉え方ができるっていうようなそのなんだろう、こう広がりみたいなものを作りたいっていうのは、まあ、カルテの中で言いたかったことです、うん、なんかその自由であるっていうことを、はい、なんかこれ横田直之さんもすごく今回お話聞いた時に、はい、何度もおっしゃっていて、はい、まあ、石上さんがおっしゃる自由、横田さんがおっしゃる自由、またこう、はい、重なる部分とそれぞれの意味とあると思うんですけれども、はいはいはい、はい、そして 本であったりカルティエの展覧会にタイトルが自由な建築ですよね。そうですね、そう横尾さんとのそこですね、そこはどこでちょっと僕も共通性としては、まあ、うまく言えないんですけど、うん、僕自身が、まあ、今の建築に必要だと思っているその自由さっていったらさっきの風景の話ともつながってくるところで、建築家っていうのがまあ、さっきの空間の話でいくとこの20世紀のその当時っていうのが、まあ、量産の時代だったっていうのもあるのかもしれないけど、建築家が提案したことがその先 の, その未来像になるみたいな形でプロポーザルをした建築家がすごく多かったと思うんですね。で要はこういうプロトタイプをこう作って、でその先に見る未来像っていうのはこういうものだっていうようなユートピアをこう提案するというのは、まあ、20世紀的だと思うんです。それは、まあ、その量産の時代だったから、まあ、プロトタイプを作ってそれを量産していけばそうなるわけだし、マスの時代だったからみんながある程度同じ価値観に共感できたと思うんですね。ただ、まあ、今の時代を考えると今の時代だけじゃなくて僕のクライアントとか、まあ、関わってる人とかっていろんな国にいるんで、それを思ってみてもみんなやっぱ価値観とか考え方とか違うわけだから、うん、これから の, その建築家の役割というのは一つ の, その要は強い方向性としての未来を示すのではなくて、その違ったみんな の, その価値観の先にある違った未来に対して、うん、全部違う答えの建築を作ってこなきゃいけないかなと思ってるんですね。でそのためにはまあ一つ の, その建築の捉え方ではダメで、その一人一人が思っているその価値観に対して自由にな建築な要は手法で入っていかないと、うん、こうこれが建築だってところから入ってしてしまうと、まあ、その人の価値観を既存の建築の価値観に合わせることにしかならないから、そういう意味で自由な気持ちでその人の価値観を建築に翻訳するのが必要なのかなっていうところで、まあ、自由っていう言葉を使ったっていうところで、まあ、それが横尾さんとどこまで一致してるのか僕は分かんないんですけど、横尾さんはなんかこう、まあ、今回のお話を伺った時にこれだけの139作品、はい、もう全てもう一点一点もう大きく違うんですよね。はいはいはい、でなんかそのあたりがどうして横尾さんこういうことを実現なさってるのかなっていうのをお聞きしたときに、うん、なんかこうやっぱりなんかこう
まあ、このポートレートに限らず1枚描いた時に、まあ、そこがかあの到達点とか完成だとは自分では思えなくて次がある、うん、なんかその連続の上でこう、うん、常にこう進んでこられて、うん、それが横尾さんがおっしゃるとこの自由である、うん、まあ、完成しない未完という言葉もおっしゃってましたけれども、うん、想像っていうのはそういうことなんだよというお言葉がすごくこう印象に残ってるんですね、うん、まあ、それはこうその都度多分これはもうポートレートなので、はいはい、あの描こうとされるその人物と向き合ってそれを受け止めて表現されてるっていう、うん、なんかその出会いもすごく楽しまれてるのかなというふうに思ったんです、うん、なんかそこに枠を定めていない、うん、まあ、そこは多分石上さんもすごく共感なさるとこじゃないかなと思っています。境界線を作らないという、ああ、いう言い換えられるのかと思うんですけれども、まあ、確かにそうですね、うん、その横尾さんのこのポートレートのこう作り方っていうのはその、まあ、表現を限定しないでその人その人それぞれの個性によって絵の描き方を変えていくっていうのは、うん、確かに、まあ、そうかもしれないですね。その要はもっと極端に言うと、まあ、写真の方がこう個性が現れる人もいるかもしれないし、場合によってはこうシングルラインのドローイングの方が個性が現れる人、そのぐらい多分人間の個性で違うと思うんですけど、うん、まあ、それをその絵画っていうそのなんだろう、こう分野の中で実験的にその絵画という枠を壊さずにそれを表現しているということだと思うんですよ。それはその枠を崩してしまえば、さっき言ったように、まあ、写真であったりとか、まあ、ドローイングだったりとかっていうのはごちゃ混ぜにできると思うんですけど、それは分野を超えてという意味で、うん、僕はそこにはあまり共感はしなくて、うん、でそういう意味で僕も建築という枠を超えずにその中での自由さを求めているところはあるんです、うん、要は建築の可能性を広げるという意味で、で横尾さんのこの絵 の, その表現っていうのもその本来的にはその要は今の言ってるような自由さを求めるためだったら全然その違うその表現媒体を目指してもいいはずなんだけど、やっぱ絵画っていうその可能性を感じて、その絵画っていうその分野の中でその多様性、つまりその表現手法をいろいろ実験しているというのは確かに共感するところがあるかもしれない。あとこの会場構成はどういうふうに石上さんご覧になってますか。これはエルベ・サンデスさんと、はいはいはい、ベアトリス・グルニエさん、はいはい、今回の展覧会をクリエーションしてくださったお二人の考えで、はいはい、この会場が実現してるんですけど、はい、まあ、ここの今石上さんにもご覧いただいている展覧会は、はいはい、そのファミリーのポートレートであり、はいはい、またその財団の皆さんのお言葉だと星座、このアーティストによってこう構成される星座というようなすごく美しい表現もなさってるんですね。その個々の方の個々の存在だけではなくて、その連なりでなんかこう美しい関係やこう相互の関係が見えてくるというそういう意味が重ねられてると思うんですけれども、まあ、この2-1 の建物のまあここも内と外がこう連なるようにこの連続性を感じる展示になってますよね、はい、そうですね、まあ、連なってはいるんだけど、うん、その曲線というか曲面で構成されているので、うん、見通すことはできないというかこう途切れてこうその奥に何があるか見えてこないわけですよね。なんかそういうその全体こうつながってはいるんだけどこうその場所によっていろんなこう分節が現れてきていろんなこうまとまりとして絵がこう現れてくるっていうのはまあ面白いですよね、うんうん、ちょっとその連なりのことでもう少しお伺いしてもいいですか。石上さんの建築の話に戻ってしまうんですけれども、はいはいはい、関係性の話で内部と外部環境を隔てることだったり、はい、融合するっていう次元じゃなくて新しい外部環境を作りたい、それ先ほどの風景につながるところだと思うんですけれども、それは新しくこう捉え直す視点が大事だという意味でおっしゃっていたかと思うんですけれども、なんかこう分けるのではなくその外部のところを捉えることで新しい
新しい捉え方をこう見出していくという、なんかとてもそれが今大切なことだと思いながら、そのお書きになった文章も拝読していたんですね。はいはいはい。まあ、建築で家とか外とかを作るっていうのはこう、まあ、壁とか床とか天井によって区切ることによって、その内側が内側で、その外側が外っていうふうに、まあ、捉えがちで、まあ、そこを境界線として信じてる人が多いと思うんですけど、まあ、そういう捉え方は僕はあまりしたくはなくて、例えば風景を作るというふうに考えた時に、風景っていうのは必ずしも、まあ、外にあるわけではないとか思ってるんですね。でだからその建築の内側にもやっぱ風景を作りたい、だからまあ空間という概念の代わりに風景という概念で建築を作りたいとも思ってるんですけど、それをもうちょっと広げると、まあ、建築の内側に新しい外を作りたいと思ってるのかもしれないとも思う時があって、まあ、外部空間っていうのはまあ本当にどこまでもこう広がってくる、そういう空間のことを外部空間って呼んでるかもしれないけど、建築の内側にもがこうシェルターのように閉じられてこう内側と呼ぶんではなくて、建築を作ることによってその内側に新しい外ができるっていうふうに考えた方がなんかいいのかなっていうのがちょっと思うことがあって、なんだろう、こう建築の内側であることがその壁床天井で区切られることがじゃあ定義として合ってるかっていうと、まあ、必ずしもそうとは限らないと思っていて、例えば建築だってまあこれから先すごく大きくなるんだとしたら、まあ100キロ四方の建築ができたとしたら、多分その中で自然現象って起こると思うんですよ。でそこで多分雨も降るし、川もそのうち流れてくるぐらいの多分そういう環境になると思うんですね。でつまり100キロ四方壁床天井で区切ってにもかかわらず、中にやっぱ外ができるわけですね。でそう考えると、その壁床天井で区切ること自体が中と外を隔てることではなくて、まあその空間の構質を変えていけさえすれば、この建築の内側に違う意味での外側の空間っていうのは作れるというふうに僕は思っていて、それは僕はなんかその今このコロナの状況になってよりなんか必要かなっていうふうに思う時がつまり あるんですね。つまり結構家の中に閉じこもっていることが多いじゃないですか。で家の中には本当にもう限られたこう内側の空間しかないと思っていたら、未来が見えないと思うんですけど、その建築の内側にも何かこう新しい広がりの外があると思って建築を作れば、まあ、外にいることとは違う意味での新しい外側が建築の中にこうできるっていうふうになんか考えられたら面白いなっていうのは最近思ってます。すごく興味深いですね。横尾さんともなんか石垣さんお話しされると、すごくいろんなところで共鳴なさる点がたくさんあるような気がするんですよね。そうですね、横尾さんはそうですね、でもそう確かに、まあ、今の話を聞いてると、この展覧会も、まあ、さっき星座と言ったけど、まあ、どっちかっていうと一つ一つの、まあ、要は人間という意味ではなくて、そのまあ、横尾さんの表現という意味で、こう一つ一つの作品がどっちかというとこう、まあ、宇宙というか、まあ、世界というか、まあ、そういう意味では星座という一つの星の集まりというよりはこう世界の集合体みたいな感じだから、まあ、こう無限とか無数の宇宙を見ているようなそういう感じにも見えます。